はい、小宮です。本日はちょっと練習の動画を撮ろうと思っているので、本日こちらのジムですね。駒沢の方にあるジムで練習をしていきたいと思います。ゆうき。その服いいっすね。これね、ファンの人がもらった。へぇ、こういうキックとかやるとき長袖とかの方が結構良かったりするから、これからも愛用しておこうかな。嬉しいっすね。頑張ります。痛いよ、足の幅が広いと次の動きが遅くなる。どうぞ今、はい、ならないよ。そう終わるまではずっと続くんだよ。リセットしないように。OK、 じゃあ行きます。疲れました。俺はなんか前回の試合はもうプレッシャーに負けたと思ってるから、なんかこういったところで体重練習をめちゃめちゃ繰り返して、プレッシャー克服していくような練習します。結構本気でやってますね。そりゃそうですね。本気だね。そう、週にどれぐらい通ってるんですか？週は今、ここのジムは週2、3とかで、ベトナジムで週2とか、って感じですね。じゃあ主にここがなんか僕のなんていうんだろう、動き方とかそういったところの基本で、なんか別のジムでこういったものを習った時にはなんか相談したりとか、ボディを強く打てるようになりたいですとか、そういったところの相談を基本的に相談さんにしてる。今の手首正直まだ治ってないんだけど、あとあばらもまだ少し痛いです。あとウェイト、下半身のトレーニングずっとしてて、ただそのおかげで結構フットワークとか軽くなってるし、なんか割とリラックスしながら練習できてるかなと思って、これからミッド打ち始めるんで、それも動画だけ撮れたらなって思います。よろしくお願いします。そういう感じが日々の練習メニューです。主に今フットワークとか割と基礎的な部分をずっと練習してます。これはもう反復練習でずっとやっていくしかない。その中で体重練習の中にどう組み込めるかとか、なんかそういったものを結構今後練習に生かしていければいいなと思って感じです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、本日練習に参加してくれたブレイキングランメンバー渡辺です。渡辺です。なんか結構プライベートとかでもよく会ったりとかしてて、唯一だね、ブレイキングランメンバーで俺も連絡取り合った。あ、本当ですか。僕は山岡くんが YouTube のチャンネルにいるので、でもそれ以外は小山さんだけですね。はい、っていう感じで、なんか普段からやっぱ練習してるから、やっぱ渡辺くんね、やっぱキャリアと普通に来て、僕ボクシングダメなんですよ。普通になんか多分結構ガード固めてとかで、なんかただその時に蹴りとかあったりすると普通に強い。だって彼女の名体の4冠。そうっす、この間4冠になった。この間4冠になったの彼女は。そうです。今すごくない？すごいですね。 IPCC っていう、すごいよ、名体4冠だよ。確かに。お前殺されるって思ったの。マジで。
え、マジでこの間俺もその試合も見に行ったし、普通に強くてすごいいい試合だったなと思って。ありがとうございました。応援ありがとうございます。また何か近いうちに、はい、お願いします。ありがとうございました。本日練習ありがとうございました。ありがとうございます。なんか普段いつもここで練習させてもらって、佐藤さんからずっとマンツーマンで教えてもらった、本当にブレイキングダウン前回出る時からもうずっと教えてもらってるんで、なんかそういった中で、まあ、なんか本当に自分自身上手くなったなっていうふうにはすごい感じてるんですけど、佐藤さんどうですか？そうですね、なんか最初はもう本当にゼロからのスタートだったので、なんかもう本当に吸収してやろうっていう気持ちがすごい強すぎるんで、だからなんか教えやすいですね。教えるっていうか、うん、なんかいろいろ提案したものをうまく吸収してくれるので、いいな、いい感じだなと思います。ありがとうございます。はい、ということで、本日はこんな感じで練習風景の動画を撮らせてもらいました。以上、コメントでした。ありがとうございます。